シンディ・ローパー、シンディ・ローパー、本名、シンシアン・ステファニー・ローパー、1953年6月22日台、は、アメリカ合衆国の歌手、女優、グラミー賞、エミー賞、トニー賞の受賞経験がある。1953年6月22日、ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリン地区において、スイス及びドイツ系アメリカ人の父と、 シチリア系アメリカ人の母との間に生まれる。5歳の時、両親が離婚。母親、姉、弟と共に、クイーンズ近郊のオゾンパークへ移住。12歳の時に、ギターの弾き方を学び、作詞を始める。学校では周りになじめず、授業を受ける代わりに、絵を描いたり、歌を歌ったりして過ごす。17歳の時、自分の置かれている環境に嫌気が差し、 高校を退学しついに愛犬スパークルと共に家を出る。ゼネラルエデュケーショナルデベロップメントをパスし、高校卒業認定資格を受け、デアアートのクラスの講義などを受けた。その間、生活のためウェイトレス、絵のモデル、競馬長教師の助手、空手教室の呼び込み等様々な職に就きながら、アートスクールに通ったり、トロント北部にある森でテントを張り、スケッチをしながら過ごした。 この頃、付き合っていた男性からの提案で名前を、真ィではなく、真ィと綴るようになる。カナダを旅行した後、ニューヨークに戻る。ロングアイランド出身のバンド DOC ウエストに加入し、バックグラウンドシンガーとして活動するが、後に別のバンドフライヤーに加入し、リードシンガーとして働く。1977年。 歌い続けることによって、喉を酷使してしまい生体に損傷を受けたために声が出なくなり、一年間音楽活動を休止し、ボイストレーナー、ケイティ・アゲストラの指導のもと、集中的なボーカルトレーニングを受けて、歌声を取り戻す。1978年、キーボード兼、サックスプレイヤーのジョン・ィュリと知り合い、意気統合し、自身のバンドブルーエンジェル、ブルーエンジェルを結成する。 1980年、ポリドールレコードより、アルバム、ブルーエンジェルでデビュー。多くの評論家に絶賛されたにもかかわらず、ロカビリーサウンドが理解されなかったり、商業的成功を収められず、バンドはその後すぐに解散。彼女は自己破産を申請し、小売店で働き始め、生活のためにまた歌い始める。ブルーエンジェル解散後、活動を続けていた頃に、 あとの恋人兼マネージャーとなるマネジメント業のデビット・ウルフと知り合い、ウルフの紹介を経て、ポートレートレコードと契約を結ぶ。ポートレートレーベルのエクゼクティブプロデューサー、デニー・ペッツやプロデューサーのリック・チャートフ、あとにザ・フーターズを結成するロブ・ハイマンの全面的な協力によって制作されたアルバムで1983年にシーズ・ソー・アン・ユージュアル、シーズ・ソー・アン・ユージュアルで、 ソロデビュー。1984年、ファーストシングルのガールズジャストワナハブファンがヒットチャートに急上昇して第2位に輝き、セカンドシングルのタイムアフタータイムは全米第1位に入り、サードシングルの c ーバップは第3位、オールスルーザナイトが第5位とデビューアルバムから4曲連続トップ5入りした初の女性ソロアーティストとなった。は マイルス・デイビスらにもカバーされるスタンダードとなる。第1回 MTV ミュージックビデオアワードで最優秀女性歌手賞を受賞し、ローリングストーン氏の1984年度の最優秀新人賞など数々の賞を総なめに、映画グーニーズのオリジナルサウンドトラックに参加し、シングルグーニーズは Good enough も全米第10位のヒットとなった。 プロモーションのために3月に初来日、富士テレビ系列、笑っていいとも、と、テレビ朝日系列のベストヒット USA に出演。1985年、5枚目のシングル、マネー、チェンジズエブリシングは、全米、第27位になり、第12回アメリカンミュージックアワードでは、最優秀女性ポップロックボーカル賞や、最優秀女性、プロックビデオアーティスト賞を、 グラミー賞では最優秀新人賞と最優秀アルバムパッケージ賞を受賞。USA for Africa の We Are the World のレコーディングに参加。とても印象深い熱唱を披露し、音楽監督のクインシー・ジョーンズにアドリブ入れてもいいと尋ね、彼を喜ばせたという有名なエピソードも残している。デビューしてわずかな時間で80年代を代表するシンガーとなり、 パワフルなボーカル、独自のファッション性も話題となった。1986年2枚目のオリジナルアルバム、トゥルーカラーズ、トゥルーカラーズを発表。日本ではオリコン用楽アルバムチャートで1986年9月15日付から6週連続1位を獲得した。ファーストシングル、トゥルーカラーズは全米第1位を2週連続獲得し、セカンドシングル、チェンジオブハートは 第3位に、サードシングルの、ホワッツ・ゴー・イン・オンは、第2位に記録した。1987年、映画、バイブス秘宝の謎の撮影に入ってから、スランプに陥ってしまい、私生活ではマネージャーでもあり、婚約者で共に暮らしていたデビット・ウルフとベーズリー。1988年、旧ソ連で行われた、ベースソ,ソングライターサミットに参加したことが転機となり、 様々な刺激を受けて、スランプを抜け出すきっかけとなり、活力を取り戻し、ほとんど出来上がっていた、ニューアルバムを白紙に戻して作り直して、1989年、3枚目のオリジナルアルバム、アナイトトゥリメンバー、A ナイトツーリメンバーを発表。自身初の全曲ラブソングとなった。ファーストシングル、涙のオールナイトドライブ、I、ドローブオールナイトは、 全米第6位を記録した。1990年、デビュー前から思うがままに、自由奔放に活動していたが、デビューしてからの商業的成功や名声を得たことにより、レコード会社や周りのスタッフから、サウンドの面から、様々な面で制され、創作活動の自由を失っていた頃、再び映画出演をし、マイアミムーン、オフランニングの撮影が、マイアミで始まる。 そんな頃に、小野洋子からリバプールで行われる、ジョン・レノン生誕50周年コンサートへの参加を依頼され、ヘイブルドック、ワーキングクラスヒーローを、ローパー自身でアレンジし、バンドメンバーと演奏する。さらに、ベルリンの壁崩壊を記念して、ベルリンで行われた、ザ・ウォールコンサートに参加したり、湾岸戦争反対のためのプロジェクトに、小野洋子や、 レニー・クラビッツたちと共に参加す。第41回 NHK 紅白歌合戦には中継ではなく来日して出演。1991年映画共演がきっかけで俳優のデビッド・ソーントンと11月に結婚する。1992年ミュージカルタイクーンのサウンドトラックに参加し、シングルザ・ワールド・イズ・ストーンがヨーロッパ各国、特に フランスでは3ヶ月間、トップ5内を記録するなど、大ヒットする。1993年、フーターズのロブハイマン、エリック・バジリアンや、アリー・ウィリス、夫のデビッド・ソーントンらの助けを借りて制作された4枚目のオリジナルアルバム、ハットフル・オブスターズ、ハットフル・オブスターズを発表。ローパー自身で全曲曲作りに携わり、アルバムカバーやさらにビデオ監督までプロデュースして、 すべてを手がけた。このアルバムは、ローパー自身がやりたいことを貫き通し、信じられる歌を歌い、周りの人たちにもっと自分の意見を提示してもいいことに気づき、妥協することなく制作された。自分の真実を語った新しいアルバムを一人、カズトに聴かせるために、アメリカでのクラブツアーを行い、大きな話題を呼んだ。サンフランシスコのクラブのステージ上で、 商業的な理由から外されたという8年の歳月を経て発表した、あ、パートヘイトのことや、自身の葛藤や苦悩を明らかにした。この年の年末、来日公演を行いその後、シンガポール、台湾と回る。1994年、初のベストアルバム、グレーティストヒッツ、12デッドリーシーンズゼンサムを発表。全世界で400万枚以上のセールスを記録し、 ワールドツアーも南米、ヨーロッパ、日本と行われた。1995年、阪神淡路大震災の被災者へ寄付。ツアーも引き続きイギリス、オランダ、アメリカと行われ年末に再来日公演を行った。オールスター爆笑モノマネ紅白歌合戦。フジテレビ正月特番で、モノマネタレント、斎藤ルミ子が真似た時にご本人として、 専属ダンサーを引き連れて登場、特別出演し、ヘイナウを披露した。本人によれば、正月のパーティーがあると聞かされたとのこと。1996年、5枚目のオリジナルアルバム、シスターズ・アバロン、シスターズ・オブ・アバロンを発表。4年連続となる年末来日公演を行う。アルバムには、上場台風も参加しており、武道館公演では、飛び入りで、 ライブに参加した、生田神社、神戸市の震災復興節分祭で豆まきを行うために来日。しかし、豆まきは参拝客が殺到して、わずか2分で中止になる。1997年、11月に44歳にして、長男デクランはレソを出産。念願だった子供を授かる。1998年、 クリスマスソングやクリスマスに関係した曲を集めた初のシーズナルアルバムメリークリスマスハブはナイスライフメリークリスマスハブ A ナイスライフを発表ジャケットには夫のデビットブックレットにはデクランと共に映っており収録曲のニューイヤーエスベビーファーストララバイには当時乳幼児であったデクラの声が収録されている このアルバムを最後にソニーレーベルとの契約が一旦終わった。1999年グラミー賞ベストダンスレコーディング部門にノミネートされたディスコ・インフェルノがジェリビーンレコーズから発売されクラブチャートでヒットし、シェールと共に3ヶ月半に及ぶ大規模な北米ツアーに出る。また、アメリカの TV 番組マット・アバウト・ユーに再出演したり、 クリストファー・ウォーケンと共演した映画、ティー・パート・ニスッツの撮影が始まると、女優活動も、精力的に行う。2000年、映画、ザ・パート・ニスッツが公開され、各方面で、高い評価を受ける。またこの年、ジョニー・ミッチェル・トリビュートコンサートに出演したり、シェリル・クロウ、ハート、ディスティニーズ・チャイルドたちと共に、願悟滅のためのチャリティーライブ。 ガールズ・ウィズ・ギターコンサートに出演する。2001年、坂本隆一の呼びかけで、地雷撲滅のためのチャリティーレコード、ゼロ・ランドマインに、多くのミュージシャンと共に参加したり、この年9月に、アメリカで起こった、同時多発テロのため、当初予定より延期され、趣向を変更し開催された、ジョン・レノン・トリビュートコンサートに参加し、セントラルパークで、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーを歌う。 ロブハイマン、ジャンパルス・フォード、坂本隆一等との共作曲を収録した、ウィリアム・ウィットマンとの共同プロデュースで6枚目のオリジナルアルバム、シャインを完成させ、夏にエーデル・アメリカ・レコーズ、エデル・レコードから発売される予定であったが、発売直前にエーデル・アメリカ・レコーズが倒産し、アルバム発売は中止されてしまう。2002年、アルバム、シャインに、 収録予定であった曲の中から、それまでライブやイベント等で歌ってきて、ファンのリアクションの良かった曲を選曲し収録された5曲入りのミニアルバムが、オギオレコーズ、オグリオレコードから発売される。また、ラスベガスで行われた、ディーバーアッツライブにスペシャルゲストとして出演し、シェールとデュエットを披露した。その後再び、シェールと共に6ヶ月にも及ぶ、大規模な北米ツアーを行い、 延べ100万人以上の観客動員数を記録し、ローパーの以前と変わらないライブパフォーマンスに各方面から大きな賞賛を受け。また、シェールとのツアーの合間にはソロライブを行ったり、店頭でのサイン会ミニライブを行うなど、原点に戻った地道な活動を行い、社員 EP はマイナーレーベルからの発売にも変わらず、高セールスを記録した。2003年、 ソロツアーやミートローフとのジョイントツアーを行うなど、精力的にライブ活動を行う。ソニーと再契約を結び、幼少の頃に聴きながら親しんでいた1940年から1960年代の曲をバーしたカバーフルアルバム、アットラスト、AT ラストを発表。10月下旬から久々の大規模なソロツアーが始まり、大晦日のニューヨークでは、 タイムズスクエアでのニューイヤーズイーブのイベントにも参加する。2004年、諸事情、上記参照でお蔵入りとなっていた6枚目のオリジナルアルバム、社員、社員を日本限定でフルアルバムとして発表。6月には8年ぶりとなる日本ツアーが実現し、6都市全8公演を行い、変わらないパワフルなライブパフォーマンスを披露した。その後ツアーは、オーストラリア、 再び北米へと9月まで続けられる。2003年から続けられた AT ラストツアーの地元ニューヨーク公演を収めたライブ DVD ライブ AT ラストが発売される。また11月にオランダで行われたナイトオブザプロムスに参加。12月にはノルウェーで行われたノーベル平和賞コンサートにも参加した。翌年の2月に行われたグラミー賞では AT ラストに収録された、アンチェンドメロデーが、ベストインストゥルメンタルコンポジションアカンティニーイング、A ボーカル部門にノミネートされる。2005年、ジェフ・ベック、サラ・マクラクラン、シャギー、アニー・ディ・フランコ、ビビアン・グリーン、パフィーなど、多くの豪華ゲストを迎えて、過去のヒット曲や人気曲を自らカバーした、セルフカバーアルバム、ボディ・アコースティック、ザ・ボディ・アコースティックを発表。 それに合わせて、プロモーション来日を果たし、様々なメディアに登場し、東京で開催された、ゴールをス2005のイベントでは、新作から3曲を披露した。帰国後は、北米ツアーを開始し、ツアーの合間には、アメリカンミュージックアワードのステージで、サラマ・マクラクランと、タイム・アフター・タイムをデュエットで披露した。アメリカ同性愛者支援団体参加、2006年、 ザ・セリペニー・オペラ、三分オペラ、ベルトルト・トブレヒト作、クルト・バイル作曲で、勝フ、ジェニー役で、ブロードウェイ・ミュージカルデビューを果たし、4月から6月まで、スタジオ54にて出演。6月に行われた、トニー賞では、共演者のアラン・カミングとパフォーマンスを披露した。また、7月には、同性愛者のオリンピック、ゲイ・ゲームズ閉会式に出演した。2007年、 6月に多数のアーティストたちと True Colors 2007ツアーを行う。ツアーの目的は同性愛者の権利の擁護推進のためのもので、チケット1枚につき1ドルが Human Rights キャンペーンと題された人権擁護活動に寄付された。5時間にも及ぶ大規模なショーは北米16都市で公演されて大成功を収め参加したアーティストが曲を提供した。 記念版の CD が発売さる。また、8月には、ペットショップボーイズ、シャギー等と共に、シンガポールで行われた、シンフェストに参加した。同8月、サマーサーニックレナナ出演のために来日。11日の大阪舞島サマーソニック特設会場、12日の千葉幕張メッセにて変わらないパワフルなライブパフォーマンスをし、改めて高い評価や新たなファンを得た。その後、 東京、名古屋で行われた単独ライブでは、東京では、セカンドアンコールが起こったりと、両日ともに大盛況に終わった。2008年5月14日に7枚目のオリジナルアルバム、ブリングやトゥーザブリンク究極がある、ブリングや t h ーザブリンクを発表。オリジナルアルバムとしては7年ぶり、メジャーでレコーディングした、フルオリジナルアルバムとしては12年ぶり、 トヨタ MARKX ジオの CF ソングとして応援されていた収録曲の Set y o u ー Heart、Set y o u Heart をはじめ全曲ダンスミュージックとなっている。アルバム発売日に合わせて来日し、東京丸の内丸ビル 1F マーキューブにてニューアルバム発売記念ライブをし、新曲を含めた数曲を披露。靴を脱ぎ、ステージから降りて、 客席でパフォーマンスをしたりと、イベント当選者や仕事帰りの人々を楽しませ、様々なメディアにも出演した。2008年9月にシンローパー・ジャパンツアー2008と題し、12年振りの日本武道館公演を含む3都市全4回の来日公演が行われる。その後、ヨーロッパ、南米でのツアーを行う。2011年3月11日に起きた、 日本における東日本大震災の直後、日本でのコンサートツアーのために来日、彼女の乗った飛行機は地震による閉鎖のため、成田空港に降りられず、米軍横田基地に着陸した。他の海外ミュージシャンが日本での公演を中止して、帰国ないし、来日をキャンセルし、レコード会社からも帰国するように進められていた中、2011年3月16日から、 予定通りコンサートを行った。さらに会場でチャリティのための募金を呼びかけ、コンサートをチャリティイベントにした。また、大阪滞在時に、湯川玲子へ、こういう時こそ日本に来ることができて、私の人生の中でも名誉なことでした。ありがとうと綴ったメールを送っている。2012年6月18日に、プロレス団体。 WWE の RAW にゲストホストとして登場。過去には1985年に開催された第1回、レッスルマニアで、ウェンディ・リヒターのセコンドとして出場している。同年、ミュージカル、キンキー・ブーツ、原作は2005年公開の同名映画を作曲。第67回、トニー賞でオリジナル楽曲賞を受賞した。2013年8月10日。 11日にサマーソーニック13に出演。10日の大阪舞島サマーソニック特設会場。11日の千葉幕張メッセのマウンテンステージでパフォーマンスを行った。2015年1月1985年に発売されたデビューアルバムシーズ・ソーンユージュアルの発売30周年を記念したジャパンツアーシンディローパー30周年アニバーサリー。 セレブレイヨンジャパンツアー2015を開催予定。武道館公演を含む全6都市公演。アーティスト、歌手、内面。大の新日課として知られる社会活動、日本人との信仰、日本語、日本を訪れて、日本食、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。